はい、速稼塾の久保です。昨日ね、病院に行ってきました。手術をね、するかなしないかなってことだったんですよ。私はね、名古屋医療センターで、まあ、このね、診察を救急車に運ばれて深夜受けていた時に、もう明日にでも手術しようと思ったんですよ。なぜなら一刻も早く、元通りにしたかったからなんですよね。で、脱臼ってものがタイプ3ですから1ヶ月ぐらい治療にかかると思っていたんですよ。ただね、昨日病院に行ってみたら、あれ、これ怪我してまだ3日目ですよねと、もうやることがないですということでね、お話しいただいて、ちょっと手術は通常これしないですよと、で、多分怪我をした瞬間は手術をすることも厭わないということだったんで、私もね、やってみようかと思ったんですよ。これほど意思を固めたんですけども、さすがにですね、1日ごとに私はね、自分の体が回復していることにね、気づくぐらい急速に元通りになっていくんですよ。で、おかげさまで昨日病院に行ってさせていただいた措置っていうのは、レントゲン取って終わりなんですよ。ちょっと特にやることがないですと、レントゲン見たんですけども、完全にね、もう骨が収まってるんですよ。こっちもまあずっとこうやって押さえてましたけど、私手でね。そうするともう治療の必要がないんで、下手に何かやったらもっと悪くなるような感じだったんで、やらないということに決まりました。で、昨日はこういう風なね、サポーターをまあ買ってみたんですけども、病院で、もう今日はいらないですね。1日しか使わなかったという、何だったんだろうなと思いますよね。そういう形でね、私はなんかもともと怪我が治りやすい体質だったんですよね。まあ昔からそうだったんですよ。どんな怪我をしてもね、結構治るんですよ。そんなに1週間引きずったってものはなくって、骨が見えるようなものでもね、すぐに塞がったりするんで、まあ得意体質かなと思います。まあ、ただ振り返ってみると、私はね、普段から今回は靭帯に類するような筋が切れたわけなんですけども、ただ私は普段からね、筋トレしてたわけなんですよ。筋トレっていうのは筋肉を断裂させて、その超回復というものに対して、自分のね、栄養素とかサプリメントを投入して、以前よりも強い体を作っていくというこの繰り返しなんで、切れてはつなげ、切れてはつなげっていうのが筋トレなんですよね。だから筋肉痛っていうのは筋肉が切れた状態っていうことなんですよ。で、それが回復するときに、ミシミシミシと回復するときに、サプリメント、なんかね、タンパク質が必要ですよってことなんで、タンパク質を多めに取ってたわけなんですけども、どうやらそれがですね、功を奏して、今回もあっという間に治ると、単なる筋肉痛みたいなレベルに今なってきましたんでね、もうなんか必要ないかなと思いまして、何もつけてないんですよ、今は。ただやっぱり、そうは言ってもね、今急激に動かしたりとか、動かす必要がないのにバーンとやると、またそれでね、調子悪くなっちゃいけないんで、一応、必要のないときは安静にしております。特に重いものを持つ必要もないですしね。なんか格闘技をしていたりスポーツ選手なんだったら今手術をした方がいいけども、普段重いものを持つことがないんだったらこのままがいいですよってことだったし、私もそういうふうに思ってたんでね、まあ3日目にして私はその脱臼とおさらばということになりました。はい、皆さんにもご心配をおかけしました。で、気がついてみるとこうやってクールピックスが届いてました。2つ届いてましたね。で、もともと持ってるのもあるんで3つになりました。で、3つのこのカメラでこれからもね、どんどん撮影していこうかと思います。このクールピックスの XS6900 っていうのはすごく私にとってはね、都合がいいカメラで、何個あってもいいなと思うことなんですよ。で、1個壊れたんでまた中古をね、2つメルカリで15,500円で16,000円で買いました。だから相場がこのくらいなんでしょうね。前回はね、12,000円で出してる方と9,500円で出してる方がいらっしゃったんで即買いしたんですよね。まあそれで私、メルカリっていうのは基本的に値引きをしません。値引きをしているそのなんかね、100円とか300円とか値引いてる間に売れてしまったりするともうちょっとバカバカしいんで、私の場合は販売者さんがね、設定した金額でもうありがたくいただくことにしてるんですよ。やっぱりこうやり取りをして何回もすると時間もお互いもったいないですからね、2人分の時間がもったいないですから、極端にこれは高いなとかね、値下げが必要だなと思うものでない限りすぐに購入してワンタップでハイって買っちゃいますよね。まあ、だから取引交渉中に当たってしまうと私はその取引が終わるまで待ってるってことになりますんで、ちょっと遠慮しちゃいますよね。割り込んで買うこともできないんで、まあそういう感じでクールピックス、今回私は3台になりましたので、これでしっかりとまたね、撮影の方を進めていこうかと思います。皆さんはね、どういう風にお過ごしでしょうか。はい、では例のやつに関しましての話題を提供して今日は終わろうかと思いますけども、例のやつなんですけども、入金日がね、9月の4日、11日、18日、25日の4回に設定されています。前回お詫び状とともにこの日に全部入金しますのでよろしくお願いしますということがありました。まあ、ですんでね、あれ11日過ぎたのに入金されてないよってことで不安に思うのは分かりますけども、もう会社のアナウンスはこれ以上出ないですからね。で、もう一個、昨日もお伝えしましたけども、今こそカスタマーサポートに電話をどうぞしてくださいって話を私させていただきます。というのが、混乱が終わって入金がタタタタと進んでるんですよ。今ね、もう特にカスタマーに電話かける人がどんどん減ってる時なんですよ。だから今だこそ、今、
言いたいことがある人とか繋がらなかった人は今からかけた方がいいです。だからここら辺もね、私発想が逆じゃないですか。落ち着いてから電話すればいいんですよ。混んでる時に、混んでると分かっていて自分の焦りから連絡をするのはちょっとね、あんまりうまい方法じゃないんで、時間ももったいないですから、そんな時間があるんだったら FX もやった方がよくってね。で、どうしても連絡を取りたかったら、そういう時に私がいるわけですからね。カスタマーサポートは電話が繋がらないんで、私の方に連絡くださいっていう人に、私の方に連絡くださった方から、まあいろいろと状況改善とかね、新しい情報とか開示されたりとか、私が追求すれば、やっぱり会社のね、アナウンスっていうのも出てくるわけですよ。こういう風にしますみたいな感じで、そういう風にしてやっぱりね、どこにどのように行動したら最もいいのかってことをちょっと考えると見えてくる部分もありますし、まあ私がね、こういう時だからこそ皆さんの役に立つためにいたっていうところもあります。もちろんね、全員が全員なんかパッとできたわけじゃないですよ。順番なんでね、すいませんけども、昨日11日に入金がなかった方は今度18日に期待していただくってことになりますし、最終的には25日に残りの全員の方は解決するということでございますんで、まあそれをね、アナウンスを信じていきましょうということです。ただね、やっぱり不信感募る方もいると思うんですよ。要するにずっとね、この例のやつの会社ってのは順調にやってくれたんで、その時は何の不信感も持たなかったですよね。むしろ安心感しかなかったじゃないですか。その安心感に対してリスクヘッジをしなかった方っていうのが、こういう時に混乱にね、まあ人のせいにっていう言い方になっちゃいますけども、不信感募らせるんですよ。自分が選んで大丈夫と思ってやったものに対して、あれ？なんか違うじゃんってことで、一回のミスを許さないってことがやっぱり人には起きてくるんですよね。でもそうではなくって、やっぱりね、人のやること、中小企業のやることなんで、ミスるんですよ。ミスって計画通りにいかなくなったりとか、資金繰りが悪化したりとか、それ当然ありますよね。あった時に自分がどう協力できるかってものを用意してればいい話で、それがない人っていうのが、ただ焦るだけ、ただ待つだけ、ただ情報がみたいになってくるんですよね。まあそういう感じになってきますんで、今回ね、本当にいい勉強になったんではないかなと思います。図らずもネットワークビジネスに投資をするという名目のカリキュラムが今回9月の25日に完了するんではなかろうかと思います。そういうのも込みで、自分に美味しい案件に乗る度胸があるのかどうか、そういうふうな精神力があるのか、信じ切ることができるのか、自分は自分の関わっている人が危機に陥った時に何ができるのかってことをね、よく考えていくといいかなと思います。プラスアルファでちょっとお伝えしますけども、現在ね、千葉県を中心に、台風の影響から回復してないところがね、まだね、各地あるわけなんですよ。じゃあその各地あるところに心配だなっていう気持ちあるじゃないですか。じゃああなたは何をするんですかってことをね、常に問いかけてもらいたいんですよ。そうなんですよ。世界中、日本中、いつもどこかで困ってる地区とか困ってる人がいるんですよ。それを知った時に、かわいそうだねって思って終わりなのか、それとも自分に何ができるのかってことを常にね、自分を鍛える意味でやっていくのかってことが大きく分かれるところなんですよ。心配だけなら猿でもできるわけなんですよね。じゃあその心配を行動に移すことがほとんどの方ができない。なぜならそれは他人事だからなんですよ。はい、今回もいろんな勉強になったと思います。私もね、一番学ばせていただきました。これからね、この学びから新しい人生を構築するために、またね、一緒に歩み出していけるのを非常に楽しみにしております。それでは失礼します。